皆さんこんにちは。今回は Python を使ったロジスティック回帰分析について動画で紹介をしていきたいと思います。こちらがアジェンダです。まず、ロジスティック回帰について説明させていただきます。ロジスティック回帰とは、いくつかの説明変数から予測を行う手法であり、後ほど詳しく説明しますが、目的変数が0か1の日を取るときに使います。比較的簡単なアルゴリズムで計算スピードも速いため、未知のデータに対する初期分析に用いられることが多いです。変数が0か1を取るとき、線形回帰では確率予測ができません。例えば、試合に勝つ確率、負ける確率をそれぞれ1、0で表すときがこれに当てはまります。このとき、オッズという指標を用いて勝敗確率を表します。分子に勝つ確率、分母に負ける確率を置き、例えば、勝つ確率が 80%、負ける確率が 20% だとすると、オッズは20分の80で4となります。オッズという考え方は二次分析に有効ですが、一方でグラフ化したときにゼロ収束するため、コンピューターでは処理が難しくなります。このとき、オッズにログを取ることで扱いが容易になります。これをロジット変換と呼びます。二次変数 Y が応答変数、X が説明変数となる回帰直線、および変換したロジスティック関数はこちらのようになります。ロジスティック回帰の式の導出は複雑なので詳しくは触れませんが、参考にこちらに載せておきます。次にロジスティック回帰を用いた分析について実践を行っていきます。ロジスティック回帰分析では、複数の説明変数が目的変数に対してどの程度寄与しているかを把握することができます。例えば、野球の打撃指標がどれだけ年俸に寄与しているかといったことがわかります。また、年俸も式位置に対して高いか低いかを判別します。これらの指標を検証するのに、適合率や再現率といった指標を用いて分析します。今回使用するデータは、2020年のセパ両リーグの打者成績です。これらのデータを使って、どの指標がどのくらい年俸に寄与しているかを分析していきます。参考ですが、今回はあくまで Python の勉強が目的のため、打撃指標の厳密性までは求めません。また、球団ごとの資金力の差もありますが、こちらも無視して分析を行っていきます。それでは実践を行っていきます。まず、必要なライブラリーをインポートし、Excel データを読み込み、正規化していきます。次に変数を設定します。この時、年俸が高いか低いかを表すため、式位置を用意します。今回は平均値と中央値を用意し、式位置より高い場合を1、式位置より低い場合を0として計算していきます。最後にロジスティックモデルを準備し、実行して結果を見ていきます。はい、それではですね、実際に Jupyter ノートブック上でロジスティック回帰を行っていきたいと思います。まず、必要なライブラリーを導入していきますけども、こちらの一文がですね、ロジスティック回帰に必要なライブラリーとなっております。シフトエンターを押して、次にですね、Excel ファイルをインポートしていきます。シフトエンターを押して、DF ヘッドで Excel の内容を確かめていきます。こういったデータをインポートいたしました。次にですね、df.isnull で、null 値、欠損がないかどうかを確かめます。欠損がないことが確かめられました。df.dtypes でデータのタイプを見ていきます。次にですね、選手名をインデックス化します。セットアンダーバーインデックスで選手名をインデックス化しました。データを見てみると、こちらの選手名が1段下がっていくことがわかります。次にですね、x イコール scipy.stats.zscore でデータの正規化を行っていきたいと思います。シフトエンターを押します。はい、こちらがですね、実際に正規化されたデータとなっております。続いての処理で、年俸の平均値以上の選手を1、平均値以下の選手を0というふうに設定していきます。こういった関数を記載して、シフトエンターを押します。そうしますと、出てきた一番データの右側に、こちらのオーバーアベレージという新しい項目ができていることが確認できました。次に説明変数と目的変数を
設定していきます。XY それぞれで、X に説明変数ですね。年俸とオーバーアベレージの項目以外を説明変数として、Y のところですね、先ほど設定したオーバーアベレージのところを目的変数としてシフトエンターを押します。続いてデータをですね、テストデータと訓練用データに分けていきます。ここにトレインアンダーバーテストスピリットという関数がありますけども、こちらで自動的にテストデータと訓練データに分けることができます。シフトでエンターを押します。続いてロジスティックモデルを準備します。アニュアルインカムですね、イコールロジスティックリグレッション。その後学習をさせます。シフトエンターを押します。次に得られた関係性をデータフレームに格納して実行を行っていきます。そうしますと、こういった項目と件数の関係性が表示されました。結果を見ていきます。説明変数の係数が大きいほど年俸に大きく寄与することを示します。在籍年数、本塁打、支給、長打率といった指標が大きければ大きいほど年俸が高く、一方で打率、三振数、犠打、併殺打が大きければ年俸が下がる傾向にあります。ただし、これは完全なデータではないため、必ずしも分析が正しいとは言えません。この土地、たまたま打率上位に年俸が低い若手選手が多かったことが原因と思われます。最後に結果の検証を行っていきます。モデル評価として混同行列を用います。新陰性、偽陽性、偽陰性、新陽性を用いた指標を使うことでモデル型テロ化の評価をします。また、新陽性率を縦軸、偽陽性率を横軸に置いた ROC 曲線により AUC を計算することで判別能を評価します。はい、再び Jupyter ノートブック上から操作を行っていきたいと思います。まず、from scheduler matrix から confusion matrix 混合行列をインポートしていきたいと思います。シフトエンターを押すと、混同行列と正解率、適合率、再現率などの指標が表されました。次にですね、同様に from scheduler matrix から ROC 曲線と AUC、area under the curve を導入していきたいと思います。こういった数式を導入しまして、シフトエンターを押しますと、縦軸ですに True Positive Rate と横軸に False Positive Rate を記載した ROC 曲線が得られました。こちらの青い線の下側が AUC ということになります。次にですね、AUC の面積を求めていきたいと思います。シフトエンターを押して、AUC がですね、0.636 といった数字が得られました。はい、続いてですね、先ほど設定した式位置を変えることによって、こちらの AUC が変わるかどうかということを見ていきたいと思います。また、新しい関数を用意しまして、先ほどは平均値以上の選手を1、平均値未満の選手を0といたしましたけれども、今度はメジアン、中央値を使ってですね、中央値以上の選手を1、中央値未満の選手を0としていきます。またシフトエンターを押します。そうしますと、また先ほどと同様に、オーバー MED という新しい項目が追加されました。そうしましたら、X3、Y3 という新しい説明変数と目的変数を用意して、シフトエンターを押します。先ほどと同様に、トレインテストスピリットを用いてテストデータと訓練用データに分けていきます。再びですね、ロジスティックモデルを準備していきます。新しく X3、Y3 という変数に基づいてロジスティックモデルを準備して学習をさせます。はい、同様にですね、データフレームに格納して実行をして、結果を見ていきます。このような結果が得られます。そうしましたら、同様にですね、from scheduler から confusion matrix をインポートして実行を行っていきます。はい、そうしますと、先ほどと違った数字が得られると思います。
同様にですね、ROC 曲線と AUC も見ていきたいと思います。はい、こちらもですね、先ほどとは違った ROC 曲線が描かれているかと思います。最後に AUC の値を見ていきますと、AUC が 0.738 ということで、平均値を式1としたときよりも、いい値が出ていることがわかります。こちらに式1に年俸の平均値を取った場合と、中央値を取った場合の指標をそれぞれ示します。すべての指標で中央値を式1に取った方が高い数値が出ていることがわかります。このように式1を調整することで、よりモデルの適合性を上げることも可能となります。それでは今回は説明を終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。